まあ、わあ、門口、はい、本日はですね、まあ初中級ぐらいですかね、初中級ぐらいの方で結構ラリー、ストロークラリーすると思うんですけど、ストロークラリーした時に結構打って次足が動かなかったり、結構動きがバタついちゃったりしちゃう時ってあると思うんですけども、はい、まあ、そういう方に向けてなんかヒントになるコツがあったら教えてください。はい、はい、ポイント1は足踏みですね。で、待ってる時に足がこう止まっちゃうと、そこからスタートが遅れるので、まずは相手が打つまでの間少し足踏みしてあげるというのが、まあ、一つのポイントです。はい、ポイント2です。ポイント2は相手がですね、待った後にあとはスプリットステップジャンプを上げると、この着地した反応で次のボールに対して速く動きが入るので、まあ、自分が打ったボールが飛んでる間は少し足踏み、相手が打つタイムでステップと。でポイント3は予測ですね。自分が打ったボールがいいボールいってればちょっと甘くなるので、まあ、こう足踏みして待ってるんですけど、ちょっと前に行こうかなと、逆に甘いボールが行っちゃったらちょっと相手が打ってくるんで少し下がろうかなという予測を立てておくとスムーズいくので、結構自分が打ったボールにおーすごい行ったって満足してると次の動きが遅くなるので、自分が打ったボールはもう行っちゃってるので、相手の動きを見て次のボールどんなボールが返ってくるか予測を立てましょありがとうございました、門口。今非常にね、横からも後ろからも取ったんですが、非常にいいフットワークと、打った後やっぱ切り替えがすごい早いなと、気持ちの切り替えと体の切り替えがしっかりできてるんで、やっぱりしっかり準備できてるんで、足の1歩目がスタートが、ね、スムーズに切れるというふうに感じましたが、いかがですか。そうですね、打ったらもう次のことを考えて動いてもらう、戻る準備をすると、まあ、ポイントになるので、ただこう止まっちゃわないように、ラリーしてるときはもう止まること基本ないんで、打ったら次の動き、打ったら次の動き、足踏みと、まあ、ステップと、まあ、動かされた場合は戻る動きが入ると思うので、ただ相手が次にはしっかりステップを上げて次の動作に入っていくという形が大事なので、しっかりラリーが続いている間は足を動かしてやっていきましょう。はい、門口、本日はありがとうございました。ありがとうございました。